はいさ、今回は競売物件見に行くやつですね。またなんか面白そうな場所あったんで一回見に行きたいと思います。それがこちらですね。沖縄の競売物件で高税町購買のやつで679万円土地。ここ写真見てわかる通り土地ってなってるんですけど、まあ、古民家が建ってて県外未登記建物って書いてあるんですよ。で、動産等は購買財産に含まれません。土地だけなんだろうけどこの上に未登記の物件が建ってるんだよね。そう、ちょっとこういうパターンの場合どうなるかわかんないんですけど、まあ、気になったんで見に行こうかなと思います。まあ、写真はそんなとこで物件情報を開くとこんな感じで、で、国頭村の元部町ビセって場所ですね。ビセは割と福木並木とかで有名な場所ですね。割と観光地化が進んでるような場所になってますね。で、建物ここにあるんだけどさ、突起事項。現室建物。うん。で、浄化槽設置、家電や機関等の投棄物もあり。だから留置物があるっていう、あ、残置物か。があるってことだよね。そうそう。っていう物件なんだよ。だからこういった場合どうなんだろうね。土地を例えば買っても上の建物のは所有権はないわけだからさ、そういう場合どうなんだろう。かといってここに住んでる人がいた場合ね、うん、行使する力あるのかな、出ていけっていう、例えばわかんないけど、か、まあ、人がいないんだったらまんま登記し直せばいいのかな、また採寸して、そういうことができるのかはちょっとわかんないんだけども、ただ気になったんで見てみようかなと。珍しいのかな、こういう未登記物件が土地に載ってる場合って。そうそう、そんな感じの場所ですね。県外未登記建物、見物なんていうのかな、わからんけど、結構綺麗な古民家が残ってるんですよね。これ土地買ったらさ、ついてくなったらいいよね。僕が見てる競売物件の中では高い方だけど、ビセっていうのは結構観光地区だから、リゾート需要がすごいあるよ、おそらく。そう、こういう鬱蒼とした木々の間に多分立ってるんだろうね。これ周辺も見たいんで一回見に行きたいと思います。今から向かいますね。はい、ちなみに別撮影してて今もう近くまでいますね。元部町まで行ったのですぐ着くかなと思います。少し走ってから目的地見て回って調べたいな、調べ物したいなっていう。県外未登記物件、登記系はね、なんか昔の建物はやっぱりね、登記とかズレとか土地の線引き、所有者がわからないとか、そういうのはいっぱいあるみたいですね。結構最近で区画がしっかりしてるのとか、所有者が判明してるのとか。で、沖縄は結構その建築法自体の基準も昔の基準立ってる建物とかはいっぱいあるみたいですね。それはあの廃線の事務所がある銀天街もそうで、結構ねだいぶ昔の名残というか、そういったものはいっぱいあるらしいです。多分田舎に行けば行くほどそういうのが顕著で、古い建物は何かしら今の基準でいくとアウトなものがいっぱいありそうな感じですよね。分かんないな、権利的にどうなるんだろうな。土地を買った場合は、まあ、そこに付随してそこが空き家で誰も所有してなくて占有してなければ、まあ、そうなる気もするし、まあ借りますっつって借地料だけ払ってもらって土地は使わせるっていうのが一番あれなのかな、健康というか対立がないのかな、わかんないね。で、土地場って人がいなかった場合は勝手に使っちゃいかんね、またね、建物は所有権が別だから。その辺がどうなんだろうね。この場合は土地は買ったのに勝手に建ってる上の建物に賃料払うっていうことが発生して、なんかよくわかんない感じになってしまう気もするし、難しいですよね、この辺の建物の法律というか権利とかさ、責任とかさ、よくわかんない。もっと家帰ってインターネットでいろいろ調べてみたいと思ってますけど、とりあえずどんな感じのものかなっていうのが良さそうですよね。古民家としては土地付き古民家であの綺麗さ、見ないとわからないけど綺麗なまんまの古民家だったら、まあそんな高くないのかなって感じしたけどね。立地が立地で、まあいい場所なんで、
観光地としては観光目的で何か作るんだったら全然ありなかなと思ったんだけど、いや分かんない、その辺も周りの状況を見たいんで今来てる、現地に来てるってことですね。んじゃまあゾクゾク向かっていきましょうか。と右に右折しますね。ほうほうほう、おばあちゃん、おばあちゃんすごい90度だね。じゃあんでもうちょい行ったら右側ですね。かなり集落って感じですね、雰囲気。あ、ここか多分。右、あーはいはいはい、紐されてて、なんともだね。ポストはついてるから人いそうな感じもするし、いなそうな感じもするし、周辺はなんだろうね、あれリゾート施設かな。周りは住宅地って感じですね。うん、あ、ここが、まあ、美瀬集落っていうとこですね。こんな感じで防風林が立ってて、それに家が守られてるっていう観光地。店っていうと、あと悪みを、悪みって言って岩が割れてるところもあったりするんだけど、一時ストップ左右確認。うん、まあそんな場所なんだけど、立地自体は。で、車止める場所も一応あって有料で、そこから自転車で多分サイクリングしながら観光するっていうのがスタンダードな観光方法だと思いますね。いますね、観光客の方がね。ここがメインの通りかな、多分。はいはいはい、まあ、こういった立地だから、まあ、観光地的にはなんかするんだったらいいよね。アクセス的に近い、徒歩圏内でいろいろあるから。割と中心目、美瀬の中心の建物、物件ってこと、郊外物件ってことですね。いいな、気持ちいいね、こう歩くの楽しそう、散歩。ここは結構全体的に木に囲まれてますね、完全に。よいしょ、到着。すごい、いやーわかんねえな、開いてんのか閉まってんのか。一応台風とかの時に閉める軌道、木のドア閉まってますね。だけどポストがあるね。でも木とかは結構ね寄せられてるんで手入れされてる感じもするけど、すごく。すごいね、暴風林こんな蹴ってたら結構目隠しというかしっかり見えなくなるから、フェンスとかするよりはいいかもしれんけど、手入れが大変だね。こうやって電線にかかってくるからね、切れって言われるんだよね、市役所とかに。危ないから。左右は家がありますね、普通に民家が。後ろ側はどうなってんだろうね。ちょっと後ろ側は他の家とくっついてて抜けれる感じではなさそうですね。そうだな、全部家でくっついてるから抜けれなそうだね。でも建物自体は綺麗そうだね、年齢は経ってそうだけど綺麗な状態な気がする、すごく。ここは路地ですね、横の横路地。手前はなんだろうね、バナナの木。かなり広い庭があるけど木々が大きくて日向ですね、ほぼ。井戸の跡があるね。V が浮いてる。
これ新名鍋じゃない、外にあるやつね。沖縄のアルミの鍋でっかい、うん、敷地は割とでかくてど真ん中に古民家があるっていう形でしょうか。畑か。ちょっと遠くて分かんないね、これ以上の情報は。まあ、平屋の沖縄の古い古民家っていうぐらいで、建物の状態は良さそうだね。すごくよくある朽ち果てた古民家って感じではない。割と表は綺麗だし、屋根も穴が開いてる感じはしないし、木も何度もされてるから。あとは風、台風もさ、こう暴風林あるから、そんなに被害被らないんじゃないかな、建物自体に。葉っぱぐらいは飛んでくるんだろうけど、物がぶち当たって破損とかすることはないね、こんな木があれば。未登記物件、なるほど。あ、おばあちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございます。おばあちゃんがね、たまたま来て話聞いたら、一応この人は今はいないですよって話でしたね。結構長らく空けてて、この所有、住んでた方はどっかの病院か施設かに入ってるらしいですね。で、建物のその調査に何名か来てて、ブリッジの競売の多分で700万ぐらいでしょうって言ってて、話はいろいろご近所さん方であるんでしょうね。だから おばあちゃんもこれ建物と一緒だったらどうしようもできるけど、別々だったらどうするんだろうねって話してましたね。だからそこは交渉なのかなって言ってましたけど、僕もちょっと戻って調べますね。あ、そういったのが現地の感じ、現地の雰囲気でですね、一旦戻ります。あ、ここ行ったら美ら海だね。ちなみに美ら海めちゃ近、伊勢。そうなんで、すごく観光需要あるような立地ですね。すごい近いからさ。で、やっぱお前と外装綺麗ですよねって言ったら、確か綺麗だねって言ってましたね。で、外は結構綺麗だから誰か手入れされてるんですかって言ったんですけど、どうだろうねと言ってましたね、おばあちゃん。そんぐらいかな、現地で得られた情報は。それ以上の情報は、特に紙面以上の情報はなかったですね。あ、これ美ら海ね。ほらほら、こんぐらいの距離に美ら海水族館があります。なんで観光需要ついでに来るとかいうのもありえるし、セットでねっていう素晴らしいアクセスです。はい、今いろいろ調べてたんですけど、この PDF 見て特記事項のところに、これだね、購買により対象物件につき当該未登記建物のため法定地上権が成立する可能性があるってあるじゃないですか。で、法律地上権っていうのは何かっていうと、地上権は土地を利用する権利、地上権は土地上の建物をの所有者が土地を利用する権利ですと。土地上の建物が建っていて、土地と建物の所有者が異なるときに、建物の所有者が建物を維持するために土地の利用権が必要です。無権利で他人の土地上に建物を建てて利用していると、土地所有者から建物を収許と明け渡し請求されるからです。この時に建物所有者が土地を利用する権利が地上権です。地上権が設定されている限り、建物所有者がは有効に土地を利用できるので、土地所有者から建物収許と土地の明け渡し請求をされずに済みます。だからまあ、強制的にその法定地上権というのが発生して、この場所を使う権利がある。建物をある土地に関しては使う権利が発生するんだよね。らしい。土地の所有者と建物の所有者が違う場合、どいてくださいって請求ができるんだけど、まあ、それにではあまりにもその建物の所有者の人たちがかわいそうっていう不利に働いちゃうから、方がね。だから、まあ、そういった場合に、その法定地上権っていうのが適用されるので、権利が生まれる。ここに居座る権利っていうかね、結構強い権利があるみたいです。だから、それが権利として出てくるから、どいて、出てって、とか建物壊して買って、いなくなってっていうのはできないらしいんだよね。
だから土地だけ買っても建物の所有になることもないし、土地買った人のね、その人からお金を取れるかっていうのも実際わかんない。家の所有者の方と打ち合わせ交渉して、まあ、いくらでこの賃料年間いくら払ってくださいねっていうのを交渉しないといけないっていう、まあ、これもわかんないよね。ちゃんと交渉が進むかどうか、いや払わないって言ったらどうなんだろうね、民事裁判するのかな多分ね。で強制的に支払ってくださいってなるのかわからないけど、あとはまあ買い取りの交渉なんかがあることもあるみたいですね。難しいよね。